アメーバ。アメーバは単細胞で基本的に弁毛や専毛を持たず加速で運動する原生生物の総称である。また加速を持つ生物一般や細胞を指してこの言葉を使う場合もある。ギリシャ語で変化を意味するに由来する。アメーバという語は意味が広いためこの項ではまず分類学的にもまとまっている。 典型的なアメーバについて説明し、その後で様々なアメーバと呼ばれる生物について概要を述べ、最後にアメーバと呼ばれる細胞について述べる。アメーバというこの一般社会での用法については、最後にまとめる。典型的なアメーバは、幅広い加速、養生加速を持ちからを持たないものである。古くはそのほとんどをアメーバ族に所属させたが、現在では、 様々な属に細分されている。代表的な種としては、オオアメーバ、ガール。和名としてはアメーバが使われるが、かつては、アメムシというのがあった。大型のものは1ミリメートルを超えるが、多くは10から100マイクロメートル程度である。細胞内には、核があるが、単核のもの、多核のものがあり、分類群によって異なる。細胞の後端には、 円盤形の収縮法が一つある。アメーバは基本的に弁毛や線毛を持たないが、移動の際は細胞内の原型出流動によって進行方向へ細胞質が流れるに従い、その形を変えるようにして動く。この運動をアメーバ運動という。この時に原型出流動によって突き出される部分を足になぞらえて加速、または義足という。 加速の先端は幅広く丸くなっており、プラズマレンマという透明な層が見られる。細胞体は透明で、体内には多数の下流が見え、特に内部の層では運動に従って、それらが流動するのが見られる。また、進行方向の反対側の端は、内部の細胞質が前方に流れるにつれて縮んでくが、その部分に独特の突起を数個、常に、 束のようにしてつけるものがあり、これを、原形質突起という。アメーバ類は、原形質流動によって移動し、そのため外見が変わり続けるため、一生のうちで二度と同じ形を取らないなどと言われる、こともある。しかし、一般に言われるような全くの不定形ではなく、おおよその形は属や種によって決まっている。大雑把に分けると、次の三つの型がある。 環境条件や状況によって型を変えるものもあるので、これらの違いが種の違いであるとは、必ずしも言えない。さらに、加速の形質や核の構造などによって細かく分類されている。しかし、同一種内でも、系統による差がいろいろあるようで、難しい点もあるようである。無核アメーバは、大型アメーバと小型アメーバとに対別することができる。大型のものは、一般に、 静かな淡水に多く、水中の落ち葉や水草の上などを這い回って、生活するものが多い。水田などでもよく見られる。また、浮上形態と呼ばれる、太陽虫のような姿もしばしば見ることができる。加速を長細く十数十本伸ばして浮遊する。小型のものは、土壌中に住むものが多く、土壌微生物を培養すると、寒天培地の表面に出てくる。 土壌が乾燥化すると、シストと呼ばれる、丸くて不活発な形態に移行し、乾燥に耐える。これを耐久性シストと呼ぶ。耐寒性に乏しい生地シスト、あるいは増殖シストと呼ばれるものもある。また、一部のアメーバでは、有性シストを形成するものがある。大型のものはシストを形成する種が、比較的少ない。シストの厚い膜は、用が済むと脱ぎ捨てられる。 また、他の動物に寄生生活をするもの、寄生生活と自由生活の両方を行うものがある。後者は、両生、アメーバと呼ばれる。専門獣等の他の微生物を食べて生活する。食べるときは、加速で餌を包むようにして、細胞内に取り込む、いわゆる食作用を行う。取り込んだ餌の入る空法を食法と言い、この中で消化が行われ、 栄養分は膜を通して吸収される。アメーバは分裂によって増殖する。これまで典型的なアメーバでは有性生殖が観察されていない。実は本当に有性生殖を書いていて、それが系統による形質の差とも関わりがあるという可能性が示唆されている。人間との関わりはほとんどない。名ばかり知られているが、 一生その姿を見ない人も多いと思われる。ただし一部には病原性のものがある。セキリアメーバは人の腸に寄生し、セキリに似た症状のアメーバセキリを引き起こす。アカントアメーバは原発性アメーバ性脳髄膜炎を引き起こす。また、様々な自由生活性アメーバがレジオネラ症の病原体、レジオネラ菌の繁殖宿主として働いていることがわかっている。 アメーバのように弁毛や専毛を持たずに加速を備える原生生物はかつては原生動物も肉質虫砂または弁毛中と合わせてあり無知肉質虫砂に分類されていたアメーバ類はその中で加速の種類や殻の有無などに注目して分類され特にこれまで述べてきた典型的なアメーバをアメーバ目としてまとめていたしかし次第にこうした 運動様式や外形に着目した分類体系は生物の系統を反映しておらず、肉質虫類、抗議のアメーバ類は多系統的な群であると考えられるようになった。多細胞動物を含む様々な細胞がアメーバ運動をすることから、アメーバ運動は細胞の持つ古い基本的な形質、祖先形質である可能性が考えられる。もしそうであれば、 肉質虫やアメーバを一つの仲間と見ることは、先祖形質を共有することで、分類群をまとめようとすることであるから、無理があるのは当然だということになる。これについては、肉質虫の項を参照。電子顕微鏡観察と分子系統解析によって、アメーバ類の分類体系は大きく変革されつつある。2000年代に入ってからの分子情報の蓄積と、 解析手法の成熟によって得られた骨子は、大まかに言って、アメーボゾア、アメーバ動物門とリザリアとに二分するものである。かつてのアメーバ目のように、養生加速を持つアメーバ類は、粘菌類と合わせて、アメーボゾアに、それ以外の多くのアメーバ類は、他の様々な肉質虫類と一緒にリザリアなどに、分けられている。しかし細部については、なお不明確な点が多く、 今後一層の研究が待たれる状況である。そこで、ここでは、典型的なアメーバであるかつてのアメーバ目の再編の概要を示すにとどめる。参考のために、かつてアメーバ目に属していた主要なアメーバを列記する。アモク、トガなどは、最新の知見を反映していないところがあるので、あくまで参考にとどめてほしい。アメーバ目、変形中目、上記に述べた典型的なアメーバ、 旧来のアメーバーメ以外に様々な特徴を備えたアメーバ類が数多く知られている。肉質虫の子も参照のこと。アメーバ類には、キチン質、計算質、砂質など様々な素材でできた殻を持っているものがある。その場合、細胞の大部分は殻の中にあり、殻から加速を出して運動している。 特に養生加速を持つ鍋かむり目の一群は、有閣アメーバと呼ばれてよく研究されていて、新しい体系では、つぶりな類に含まれることがわかっている。典型的なアメーバが幅広い養生加速を持つのに、対し、細長い糸状加速を持っているものがある。かつては、四条ネアシムシとしてまとめていたが、 生物の系統の様々な場所にバラバラに現れ、典型的なアメーバからも遠遠いものが多い。殻を持つ者、遊覚史上ネアシム種類が多いが、糸足アメーバのように無角のものもある。またビオミクサは、糸状の加速が先で融合する盲状加速を持ち、同じく毛状加速を備える有効虫類に近い位置に分類されるが、殻はない。これら洋情加速以外のアメーバは、 リザリアに含まれるものが多いが、例外もまた多いため早賀店は禁物である。外見はアメーバでありながら、生活感の一時期に弁毛を持って泳ぐものもいる。市場加速のものが多い。ネグレリア類は、洋上加速を持ち外見上はほとんど典型的なアメーバであるが、水中を弁毛で泳ぐこともできる。温泉や浴場などで繁殖し、人間に寄生して、 農園を起こす種が知られている。嫌気的な環境に住むアメーバ類には、エントアメーバやペロミクサなどのように、明瞭なミトコンドリアや小胞体、ゴルジ体などが認められないものがある。この特徴から、複雑な細胞内小器官を発達させる、以前の極めて原始的な深刻生物と考えられたことがあり、その経緯からコアメーバ類とも呼ばれている。しかし現在では、 ミトコンドリアや小胞体などを備えた真核生物から二次的に明瞭な構造を失って成立した生物であることが明らかになっている。エントアメーバではミトコンドリアが全くないのではなくその痕跡と考えられるマイトソームがあることが知られている。ペロミクサではミトコンドリアの代わりと考えられる強制細菌をもいる。緑色で 光合成をしているアメーバ類も知られている。多くの場合は藻類を一時的に共生させているだけであるが、本当に葉緑体を持っているアメーバもある。クロララクニオ藻類は、市場加速を持つアメーバでありながら、緑藻類を細胞内共生させたものに由来する、真の葉緑体を持っている。また、有核市場ネアシムシであるは、シアノバクテリア由来の葉緑体、シアネレを持っている。 年金類では、生活感のある時期で、アメーバのような姿をとる。細胞性年金では、小さなアメーバ状の細胞が多数集まって小実体のようなものを形成して、胞子を作る。一方、変形菌、新生年金の変形体は、巨大な多角の細胞が原形質流動によって、運動するため、これを年金アメーバなどと称することもある。 特に発生初期の小型のものではアメーバとあまり差がない。他群との類縁関係に関する考え方に非常に触れの大きかった群であるが、これら年金類は実は典型的なアメーバ類と近縁であり、巨大な変形体と耐久方種をよく発達させたアメーバ類とみなせるというのが現在の考え方である。アメーバ運動をする細胞は、 この他の原生生物にも存在する。寄生性で、細胞内寄生のものは、往々にして、宿主の細胞内で、アメーバ状の姿をとるものがある、ツボカビ類の防フラキン、ネコブカビなど。多細胞生物の体内の細胞にも、独立して、アメーバ運動によって移動する細胞が多く、存在する。最も有名なのは、我々脊椎動物の血液中の白血球である。 また普通の状態では運動しない細胞でも条件次第でアメーバ状の運動をする場合がある。例えば皮膚などの上皮細胞は傷ができた時には周りから移動して傷を塞ぐ。このように独立した生物でなくともアメーバ運動をする細胞は種々様々にあり、それらを便宜的にアメーバという場合がある。加速の項も参照のこと。アメーバという語は 本体以上に広く知られ、とにかく変幻自在な変な不定形の生物と認められている。そのために不定型なものをアメーバ的などという用法がある。他にもその増殖速度から急激に拡大する事物の比喩として用いられることもあるウゴの竹のことほぼ同義。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。